こんにちはモテギン和也です今回も前回に引き続きモテギ流ナチュラルクリーニングについてお話ししていきたいと思いますえー、っと、まあ、ざっくり前回の内容をまとめますとモテギ流ナチュラルクリーニングというのはこれまでのナチュラルクリーニングよりもあの手間いらずで楽で時短というところがまず一つあります そういうところを目指すというところですね。それともう一つは洗浄力が高いのでこれまでのナチュラルクリーニングでは落としきれなかった落とすことに時間がかかった汚れまで落とせるようになる。洗浄力と楽さを求めるというところですね。まあ、この二つは結構あの、まあ、同じだったりするんですけどね、洗浄力が高いと掃除が楽になったりする部分もありますからね。 前回の内容をですね、リンク貼っておきますので、ご覧になってください。で、今回どんな話をしたいのかというと、えっ、ー、と、茂木流ナチュラルクリーニングには、どんなナチュラル素材を使っていくのかっていうところですね、まだ実は考え中なんですよ。だから、まだ準備中っていうような形になってるんですが、どんなものを使っていくかと、今の段階で候補のもの、 をちょっととお伝えしていいいきたいなと思いますでナチュラルクリーニングもテ木流掃除術もそうなんですけれどもあのー、決まってるんですよ決まってるっていうとあれですけどもあの5種類あればいいんですよ5種類で一つ一ついきますねまず3ですよ33 酸,酸はアルカリ汚れを落としますからねちょ,ちょっとあ,のあんまり深く説明しないです何度も同じこと言ってるんででアルカリですよもう一つはアルカリアルカリであれば、えー、っと酸性汚れを落とせるわけですよそして漂白剤ですね漂白剤漂白剤で海面活性剤これナチュラルクリーニングに海面活性剤でんって思われていると思うんですがまあ後で説明もします もう一つは研磨剤この5つあればいいんですよ、うん、例えばこの5つをちょっと置き換えていきましょうかえーっと普通の大手がやっている洗剤でいくと酸はサンポールですよね、まあ、大手は酸性洗浄剤はあんまりやってないんですよ、えー、っとトイレぐらいしかなのでサンポールあとはアルカリだとマジックインとかありますよね油汚れ用ので えっとなんだっけ漂白剤、漂白剤はいろいろあるじゃないですか、ハイター関係とか、カビキラーとか、あと、海面活性剤、これはもう台所洗剤、洗濯洗剤ですよね、でクレンザー、ジフとかホーミングとかありますよね。というように、全部こ,うあのこれに入るわけですよ、あと、これに入れながら用途別にこう分けていくのでいっぱいあるんですね。で えっとこれまでのナチュラルクリーニングを分けてみましょうか、えー、っと酸三は、えー、っとあれですよクエン酸そしてアルカリはセスキですよねセスキそして漂白剤は過炭酸ナトリウムを使いますよね過炭酸ナトリウムあと活性剤海面活性剤はここが海面活性剤の の中に石鹸も実は含まれてるんですよ。知ってる方はご存知だと思うんですけれども、あの家庭用品品質表示法でただ分けてるだけで、海面活性剤の中の一つなんですよね、石鹸っていうのは。うん、アニオン海面活性剤なんですよ、石鹸っていうのは。で、あのー、粉石鹸使いますよね。これまでのナチュラルクインそしてクレンザーは重曹、まあ、使ったりするじゃないですか。まあ、これの5つ。ですよね。で、モテ木流の場合はですね。 まだ考え中ですよ。考え中なんですが、ここの酸について、やっぱりクエン酸でいこうかなと思ってますね。やっぱり手軽に入手できて、クエン酸よりもいいものってなかなかないんですよね。例えば、酢酸、お酢。お酢もありますけど、弱いんですよ、クエン酸よりも。で、匂いもちょっときついじゃないですか。まあ、他にもいろいろありますけれども、入手困難ですよね。ドラッグストアで手軽に買えるとなると、やっぱりこのクエン酸っていう風になっちゃうわけですよね。 そして2つ目、ここアルカリですけれども、ここはですね、2つ使おうかなって思ってます。1つにしようかなとも思ってるんですけれども、2つ、えー、と1つはアルカリ電解水で、もう1つが炭酸ソーダ、ソーダバイって言ったりしますけど、も、炭酸ナトリウムですね。うん、重曹よりももうはるかに pH が高いものですね。えー、と1に薄めて、 ぐらいありますねでセスキが、えー、っと薄めてですね10いかないですからね、うん、ちなみにアルカリ電解性は12.5あります、はい、でアルカリそして漂白剤これにですねオキシドール使おうかなと思ってますオキシドールこれまでのナチュラルクイニングは過炭酸ナトリウム使ってたじゃないですかオキシドールオキシドールいこ そして海面化製剤。ここは仮石鹸ですね。脂肪酸カリウム、液体石鹸のことです。水石鹸ですね。そしてクレンザー。ここ悩んでるんですよ。うん、ここ悩んでるんです、うん。重曹は使いたくないし、ちょっと悩んでるところですね。手軽さを求めるならばっていうところもあったりして、一、ま、層、あのこの,この研磨っていうところはですね。 まいっそ諦めて何かこうスポンジとかおすすめのものをですねいろんなメーカーであの水垢用に使えるとかあのちょっと硬めのスポンジあるじゃないですかあれを全部検証して茂木りナチュラルクリーニングの研磨はですねこのスポンジこれとこれがおすすめですよみたいな形にやるのもありなのかなと思いますねあえてそのナチュラル素材にこだわるのではなくてでプラスですね、えー 6つ目、つつ目目。ですよ、6つ目溶剤溶剤を入れていきます。溶剤、それがアルコールなんですが、アルコールもですね、普通の除菌アルコールじゃなくて、茂木流の場合は無水エタノールですね。無水エタノール。これはですね、普通のドラッグストアで手軽に入手できると思います。500の試薬瓶に入って。であのこの間、テストしたんですよ。 無水エタノールと普通の除菌,除菌アルコールどっちがその脱脂力強いのかということであの油性マジックをテーブルに書いて,変えてあの拭いて試したんですがもう明らかに無水エタノールの方がよく落ちるんですよその時の動画下にリンク貼っていきますけれども明らかですエタノールのパーセントでいくと、まあ、100%ぐらいのものですよ無水エタノールは。 100まあ、正確に99.5%除菌エタノール、除菌アルコールというのは、えー、っと70%未満ですね、うん、70%より近いものはすごく濃度が高いもので,で私が愛用しているアルタンプレミアム R というのは69%ぐらいあるんですね、より70%に近くて多分これ以上高いのってなかなかないだろうというぐらい濃度高いのを使っているんですが。 それと比較したんですけれども明らかにオチが違うという結果となりました。はい、ということでモテニ流はそれらを使っていきたいと思うんですがまだあのちょっと変わったりするかもしれないです。もう少しあの調べてです、ね、やっていきたいなと思います。で、もう決まったらもう組み合わせですよ、うんあの。アルカリ電解水に仮せっ ちょっとこのぐらい入れたらすごいいいですよとか組み合わせでやってきますからね、うん、そ,そ,のそれをそのもの単独で使うっていうよりも必ず組み合わせるってやり方これがモティニールの基本ですね、うん、で液体の方液体のもの多いですよねこれまでのものとは粉物が多かったんですけれども例えば、えー、アルカリ電解水もそうですし仮リ石鹸もそうですしであのオキシドールもでエタノール あの液体のもの多いじゃないですかこれまでは、まあ、重曹とか摂槽加炭酸ナトリウム粉石鹸とか粉もの多いですよねでこれでも大きな違いがあってやっぱり溶かしたりする手間がない分楽なんですよ、うん、やっぱり液体のものの方がということで液体をメインに使っていきます、まあ、繰り返しになりますけれども酸に限ってはどうしても液体のものがないのでいいものが、うん、クエン酸を使え ていくしかないのかなっていうふうに思ってます。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。